こちらも地元の特産品でみかんジュースですね、こちらが贈られます。おめでとうございます。さあちょっとそれでは、トマルバ選手にメッセージをいただきましょう。 How was it this race? Short message please. I would like to say thank you to all the people who come in to see the race today.皆さんにもメッセージをお願いいたしました。今日本当に皆さんに、全ての皆さんにありがとうと言いたいと、そしてチームにとっても、そして、祈願チームにとって、今日とても大事な日だった、本当にありがとうと言いたいということです。おめでとうございます。20分の長さ別に、やっぱ残念ね。こちらはこの第2ステージ終了までのプロローグから合わせまして、23歳以下 Under-23 の選手の中で一番現在早選手、強い選手に贈られます。それでは Under-23 賞を発表します。ワット選手です。でも Under-23 ワールドクラスフィケーション V です。ナンバー106、タクノケンジ from Matrix Spartan。ホワイトジャージ、激しいこのアンダー23の戦いを象徴するかのように毎日着用者が変わっていますが、明日これを最終守りきることができるかどうか。さあそれでは花束と記念撮影をまず行っていただきましょう。まあでも完走目指せばもうこのジャージ取れるって思ってたんで精一杯踏みました。結構最終ステージに向けても期待がかかっちゃいますが、そのあたりはいかがでしょう。そうですね、もうこのジャージより今はもうリーダージャージ守ることに全力尽くしたいと思います。期待してます。おめでとうございます。もうそのままレースクイーン持って帰っちゃうような勢いでしたけど、おめでとうございます。レッドジャージの土手でございます。熊野山岳コースと題します。この第2ステージで山岳賞が決まることの多い通常熊野ですが、今日もそんな展開となりました。全てこの山岳をトップで通過していく、そんな走りを見せて、くれました。この選手が山岳
ジャッジのリーダーです。First of all, thank you, Jusin. Hello, KOMZ です。Number 24, Hamid for Hashemi, Sabrina Shaharda.コンディションどうって言った僕ってとってもいいよっていうそんなシャイな姿を見せてくれました。また明日も頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。何かショートメッセージちょうだいと言ったらありがとうと一言返してくれました。おめでとうございました。 Congratulations。ポイント賞いきたいと思います。途中のホットポイントそしてゴールで加算されますポイントの一番高い選手に贈られますグリーンジャージです。ラスト選手中世代のポイントリーダーナンバー101ホッサスビセンテトリビオフロマトリックスパータンコンプラチュレーション。マトリックスパータンのホセビセンテ選手がポイントジャージを獲得です。涙でね、確かこの数字で決めたと思うんですよ。
涙涙で総合優勝決めたやつがよそのチームに給料で引っ張っていかれてね、まあ今帰りはったから言うけどね、隣におったチームがね、せっかく手塩にかけて育てた選手がここで優勝したばっかりに3倍ほど給料払うからで、あっさり安原さんのおかげで優勝できました。安原さん男にするためにスペインから来ました僕は、散々言ってくれたのに2倍じゃ動けへんかったけど3倍じゃさすがに心が折れて、あっさり裏切ってきました。だから今嬉しいけど、嬉しさ半分心配半分、また持っていかれるんちゃうかな、ほんでもうそれだけが心配で、前はここで涙の優勝やったけど、今涙っていうか心配事いっぱいで、涙どころやないですわ。まあでもね、いつも言うことやけど、彼はいつも僕の言うことをしっかり聞いてくれるし、彼は何にも考えてない、俺が言う通りに走ってるから優勝できたわけよ今日もね。覚悟の今日 あの新人賞もね、俺の頭の中で全部計算してて、あ、このままいったら覚悟新人賞、嘘を言いましたけどね、決まった時ね棚本とか言う人もおったけど、いやいや俺の頭の中ではそれもあったわけよ。でもあれも新人賞取ったらまだどっか行くかもしれない大きな声では言われへんけどね、まあ、小さな声では聞こえませんけど、うちある出てるチームの中で一番予算少ない、はっきり言うわもう。でもここまでチーム選手が活躍するのはひとえにもう監督のこれなわけ監督のこれや、監督のこれがええばっかりにな、また持っていかれんね来年選手。でもまあ持っていかれてもまた新しい選手出てきて、私がまた来年も再来年もここに立ってるでしょう。皆さん応援してください、今後もよろしく。地元の時間チームもあるけどね、その時ぐらい見て応援してくれたら、ね、ありがとうございます。カステラの匂いプンプンここに立てますからね、ありがとうございます。ちょっと温かい目でなんか監督を見つめる本田選手にも一言聞いていいですかね。Thank you very much for coming here to support to all riders. で、明日も頑張ります。じゃあ皆さんにも伝わったと思いますが、監督は通訳したいというので、渡しますね。だから今、ユフタンはね、まあ、明日も頑張るって日本語で言うけど、その前のスペイン語はね、僕はやっぱり何も考えてない。監督の言う通りに走ったら1位取れたっていうね、今彼も、いや、彼が言うてんねんからね、俺はしゃあない、うん、そういうことで。あ、なるほど、ありがとうございます。せっかくですから会長と監督握手しといたらどうですか、またお願いしますって。さあ、そして総合時間放送選手です、コングラチュレーション。はい、じゃあそのまま、皆さんに、はい、それではですね、門口義俊会長より、会場にご来場の皆様に一言お願いします。はい、どうも皆さん、本当にたくさんの方にこうして応援いただきましてありがとうございました。今年も第2ステージということで盛り上げていただきました。我々の避難チームの選手がですね、優勝できたということで。